はいどうも、ナフィです。今回は今イベントで来ている帰還期間について触れていこうかなと思います。今後解放されていくのもさらにね難しくなっていくと思うので、ぜひね、この期間に参考にしてみてください。それでは本題に入っていくんですけれども、チャンネル登録がお済みでない方よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。はい、まず最初にね、帰還期間についてなんですけど、フィールドに現れた敵をポイントを消費して出せるコマを使って倒していくミニゲームになっております。ポイントはゲーム開始時に400ポイント所持していて、敵をね、倒すごとにポイントがもらえて、そのポイントを使い、新たにね、コマを出したり、フェーズが終了するとポイントで恩恵をね、購入することができます。このゲームの鍵は、プレイヤーのね、攻撃は効かないので、いかに足止めをして敵が進む前に倒すかが重要になってきます。次に、各コマの特性について説明していきたいなと思います。水のコマは、コマの周りに水を発射してダメージを与えます。火のコマは、敵に向かってね、火の玉を飛ばして、着弾時にね、周りの敵に炎を上げてダメージを与えます。氷のコマは、前方に氷の柱を発射して、命中したら移動速度を下げてくれます。雷のコマは、敵一体に雷元素ダメージを与えてくれます。回収のコマは、一定範囲内で、敵を倒したら追加でポイントが手に入ります。それで残りのはまだね解放されていないので、解放されたらまた動画にしようかなって思います。説明は以上になるんですけど、次におすすめキャラについてお話ししていきたいと思います。いろいろ使ってみた結果なんですけど、裏主人公がねすごく優秀だなと思いました。その他だと吹き飛ばせるキャラがおすすめになります。例えばスクロースだったりベネットがね個人的にはいいのかなって思います。正直、Gさんがいたら一番安定するんですけど、持ってない方もいるので、今回はね、使用しておりません。あと、これは難易度2の話になるんですけど、弓キャラをね、一人ついていった方が安定してくるかなと思います。以上がね、おすすめのキャラになっております。それでは難易度1から攻略していこうかなと思うんですけど、今回、編成はね、イワシインコ、スクロース、フィッシュル、ベネットになっております。立ち回りなんですけど、敵が出てくるところの分岐点があるんですけど、そこで全部倒していく感じになります。駒の配置は真ん中に回収の駒を置いて、前を2つに水の駒を配置します。水にした理由なんですけど、ヒルチャールのね、盾をね、無視してダメージを与えられるので、水にしております。そしたら、岩主人公で敵が進めないように3つ岩を置いていきます。置いたら、ゲームを開始してください。これによって大きいヒルチャールをね、岩のおかげで進めなくなって、その間にね、水のコマがヒルチャールを倒してくれます。小さいヒルチャールなどを倒せないときは、スクロスで浮かせて足止めをしていきます。次にフェーズ2に入るんですけど、その前に恩恵を変えるんですけれども、今回はね、水に関するね、恩恵がなかったので、スキップします。ここね、水のね、攻撃速度アップとかがあるんですけど、そういうのがあったら僕は結構買ってますね。次に出てくるシャーマンが足がちょっと速くて一度抜かれたらね追いつけなくなるので、スクロースで浮かせるのがおすすめになっています。立ち回りはさっきとあまり変わりません。で、ポイントが余ってたらね回収のコマとかを配置するのもいいかもしれませんけど、一応ね恩恵のために残しておくのもありなのかなと思います。それでフェーズ3に行こうと思ったら水効果があったのでちょっとね購入しておきます。それでフェーズ3もちょっとね立ち回りはあまり変わらないです。同様にやっていこうかなと思います。で、最後のフェーズなんですけど、左からね氷アビス、右から炎のアビスが出てくるんですけど、ちょっとね駒の配置を変えていきます。右側に水の駒を、左にね、炎の駒を追加していきます。これでね、バリアが剥がれやすくなると思います。もしね、心配ならスクロースで少し攻撃したら大丈夫だと思います。これで一体も残さずに倒せると思います。次に難易度2の解説をしていきたいと思います。パーティーはね、同じで大丈夫です。最初なんですけど、最初は橋を渡ったところに駒を配置してきます。こんな感じですね。
これだけだとシャーマンを倒しきれないので、範囲内に入ってきたシャーマンをスクロスで浮かして、足止めしてから倒していきます。あとはね、位置と同じで岩で固めてシャーマンを浮かせていく感じですね。それでフェーズ2は設置している駒の前に駒を配置していき、またね端のところに岩を出して開始していきます。ここからは右からも敵が出てくるので、ポイントが溜まったら右にも駒をね同じように設置していきましょう。これで結構ね楽になると思います。次のフェーズ3では4に出てくる遺跡守衛用にゲート付近でコマをね設置していきたいと思います。ここからね走ってくるフィルチャールが出てきますけども、特に問題なくね倒せると思います。あとはねいつも通りにやっていきます。それでフェーズ4では遺跡周囲がねたくさん出てくるので、フィッシュでね目玉を突っ込んでスタンさせながらやっていきます。ちょっと大変なんですけど、案外にすぐになれるのかなって思います。でこんな感じでクリアできます。ではね最後にねまとめに入りたいなと思います。はい、ってことでまとめになります。今回は帰還期間の説明、おすすめのキャラ、立ち回りの3点について解説していきました。今回のイベントではね、岩の主人公がね、すごくね、優秀になっているので、本当におすすめになっております。あとはね、吹っ飛ばしキャラがね、いれば楽にクリアできると思いますので、ぜひこの動画を参考にしてみてください。またね、質問があればコメントをよろしくお願いいたします。今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございます。ポコチャンネルでは、解説動画やゲーム配信をね、定期的に発信しておりますので、よろしければ、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。